はい、ワイズロード式典、インチキおじさん野沢でございます。本日はとっても素敵なゲストがいらっしゃってます。なんと、日本を代表するカーボンのスペシャリスト、日本の両親こと名古屋の珍獣、違う。名古屋の何ですか？何ですかね。名古屋に生まれて育った。育ってないの？東京生まれだもん。あ、東京生まれなんですか。はい。真面目に紹介します。カーボンドライジャパン代表取締役社長、早川さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、サイクル業界でカーボンドライジャパン、CDJ というと、こう、メキメキと、6年ぐらい前ですかね。もうちょいですね。7年オーバーですね。7年ちょい前から、ビッグプーリーと、そして何より、壊れたカーボンの補修ということで、バンバンサイクル業界にも名前を馳せていらっしゃいますね。おかげさまで。おかげさまで。もうちょっと大きい声出して、ね。あ、そうです。頼っていただけるようになって。ありがたい限り。カーボンドライというのが会社名になってますけど、はい、そのドライカーボンっていうことですかね。もともとメインは四輪のエアのオートバイのパーツのドライカーボン製品を作ってたんですね、最初は。で、今ももちろん作ってるんですけど、まあ当時はそれを始めたと。で、それから補修もやっぱり車でもバーンとぶつかって壊れちゃうのみんな捨てちゃうんですけど、もったいないから直そうよっていうところで、いわゆるボンネットとか、まあ、チンスポイラーっていうの、バンパーですね、バンパーね、はい、あれを作成していたわけですか。そうですね。そのドライカーボンってよく言うでしょ、はい、ドライなの、どこが、どこが何がドライなんですか、ドライカーボン。ドライなんですよ、釜に入れて焼くんですよ。焼くからドライカーボン。そうですね。じゃあウェットは自然乾燥的な。そうです、釜に入れないです。釜に入れないんだ。天日干しです。自然乾燥させるだけが、うん、ウェットカーボンで、で大きくのですね、大きい違いは、使ってる樹脂、樹脂が違います。でウェットカーボンはポリエステル系の樹脂を使います、はいはい、でドライカーボンこれはエポキシ、樹脂系の樹脂を使います、はい、でこの性質が全く異なるんで、性能とか、がガラッと変わってくるんですね、で使ってるカーボン繊維そのものはウエットもドライも基本的には一緒なんです、あ、一緒なの。一緒です、でその使ってる樹脂にどっちを使うかってことで変わるんですね。で野田さんがおっしゃった、インチキおじさんがおっしゃった、ウェットカーボンは天日干しでいいっていうのは、ポリエステル樹脂を塗って、置いとくと完全に勝手に硬化するんですね、自然硬化するんです、で脱形してやると製品ができるんですね。ところがドライカーボンは、まあ一番いろいろこれも作り方いっぱいある、だけど、まあ、一番メジャーなのはプリプレグっていう、材料を使います。これは何かっていうと、カーボン繊維、同じカーボンなんですけど、そこに、エポキシ樹脂がすでに含芯って言って染み込んであります。あ、濡れ濡れなわけ、最初から。そうです、濡れせんべいですね。あ、濡れせんべい、ああ、濡れせんべい、あんな感じで少し柔らかい、柔らかいです、布みたいになってます。そうです、そうです、布ですね、でそこにもうエポキシ樹脂が、最初から、入ってます、でそれベタベタするんですね、でそれは保管はマイナス20度で保管しないとダメです。硬くなっちゃうの、違います、あの劣化しちゃうんですね。あ、劣化、樹脂がマイナス20度マイナス20度で保管します。で使う時に冷凍庫から引っ張り出して、あ、どうも。あ、どうも。どうも。皆様、ちょっとこっち、もうちょっと顔出して。あ、お久しぶりです。マスク取んないと分かんない。ゴッド関口がですね、ゴッド関口がなんと、式典の3階の事務所に勤務になって、昨日から、ここにいるんですね。素晴らしい。はい、あまりそれは公表しない方がいいのかな。そうですね。どうしてもゴッド関口さんに話をしたい人は OK なの？それとも
まあまあまあ、はい。まあ、これカットしようと思ったらカットで聞くから。まあ、どうしてもの方は。どうしての方は。いただければ。女性はもちろん OK です、ね。大歓迎です。そうですか。わかりました。ちょっと一回ここでカットします、ね。はい。ウェットカーボンとドライカーボンって、私はこの自転車業界に入る前からその言葉は知ってて、ドライの方が全然高いでしょ。そうですね。それはやっぱりその作る工程が大変だから高い。まあそれもあります。もともと材料が高いです。圧力もかけるんですか。場合によってですね。場合によって。場合によって。あ、じゃあ大まかにカーボンを選んだ場合にまあ簡単に言うと自然乾燥のなんだっけ、ポリウレタン、ポリエステル、ポリエステル系で自然常温乾燥のものと、うん、エポキシ系で高温で焼く、ドライカーボン、あとはまあ真空ですね。真空、あ、真空、空気を抜いて焼く、うん、よくあのほらでっかいこう潜水艦みたいなところで焼くやつはまた、あれはオートクレーブ。オートクレーブはドライカーボンの中の一種類っていう認識でそうです、いいんですね。そう、社名になってるぐらいだから御社の製品はドライです。御社の製品は全部ドライっていうことで。そうです。ただもちろんウエットカーボンもリクエストがあれば作るし、まあ FRP も作れる、ノウハウはありますから、それはもうお客さんのこうニーズに合わせて作ります。ただカメラはね、ここにあるからね、強調したいことはカメラの方をね、表情は固いよ。硬いですか。やっぱり硬い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 。そこやっぱ難しいね。難しい。結構ここに誰もいなくても緊張するんじゃない？いや緊張はしないですけど、にこやかに喋ってるつもりでも、こう絵見るとやっぱ怖い感じになる。あのね、それぞれいろんな個性があるけど、どっちかっていうと怖いもん。そうそうそう。怖い怖い。ずっと言われてる。損してるよね。なんでそんな怖いんですかって。男は度胸じゃなくて男は愛嬌。そうなの。女が度胸だから、あ、別にあの女性をバカにしてるわけじゃないんだけど、やっぱ男はね、愛嬌がないとね、いつも怖そうですよねってね、よく言われる、怖そう、あ、インチキっていう定冠詞つければ、インチキ早川ですとか言って、ね、野沢さんの弟子、弟子じゃない、話をちょっと真面目な方向に戻します。ということは全部これはドライカーボンなのかな？そうですね。これはただ、いわゆるプレス成形っていうやり方で、プリプレグを重ねて、ホットプレスですね。ホットプレス、はい。熱をかけつつ圧力です。おお、圧力をかける。圧力をかけないとダメです。ドライ、それで空気層とか抜くわけ。そうです。あの邪魔な空気と邪魔な樹脂を、樹脂を押し出しちゃう。そうです。押し出しってことはこれは硬い、硬い硬くて軽い、硬いです。硬くて軽い、はい、非強度で鉄の10倍。私がね、あの数あるビッグプーリーの中でカーボンドライジャパンがいいなと思う点は何点かあるんですよ。実は一番最初からカーボンドライジャパンがあったんじゃなくて、最初はバーナー。そうです。バーナーもフルカーボンだったよね。カーボンのスティール。あ、スティールか、見えるとこだけカーボンだったんで、まああれが あって、あれはね7万円とか8万円とかしてね、で知ってる人もあんまりいなくて、バーナーでビッグプーリーなんていうのはもっとよっぽどこう研究してる人がもう本当にわずかな人しかつけてなかったよね。8万円ってハードル高いじゃない。高いで、そこで次にカーボンドライジャパンが来たんじゃない。そうです。うち2番目です。そうで 4,5 万で半額で、半額で攻めてきたんですよね。で、まあカーボンでできている裏面も、裏もカーボンっていうことで、こういうこのモデルか、これは V2 だから派生モデルですけど、カーボンでビッグなプーディーがついて、ここのチェーンの S の字がね、その緩やかになって、実際つけると年がら年中私は作業台の上に乗っけて、あのシフトチェンジとか、あの自転車のクランクをくる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 もう毎日回してるんですよ。そうするともう
手の感触でだいたいこんな感じっていうのがずっと身についてるわけ。ペダルを回した時の効率の良さっていうのはやっぱ足よりも手の方が感じやすいでしょうし、多分普通の人の100倍ぐらいこう触ってるじゃない。だってインチキおじさん日本一ビッグプーリー言ってますから。そうそうですね、ビッグプーリー、ビッグプーリーね、バリバリ売ったのよ。 CDJ のビッグプーリー日本一売ってるのは野沢さん。そうそう、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。ほいでもうなんとこの素晴らしい触り心地になった CDJ のビッグプーリーをどんどんみんなに勧めて、まあね、バーナーが高いとかあんまりこう言うことはよくないんだけど、やっぱちょっとね、敷居が高すぎて、ちょうどいいジャストミートなポイントをついて来られたわけですよね。で、2年ぐらいしたら、だから爆発的に売れたのは CDJ のビッグプリーなんだよね、うん。それまではそうでもなかった、ね。で、他の会社がちょっと追従してきたんですよ。そうです。うん。ね、最初は 11T の11、15で始めたでしょ。で、他の会社でも11、15っていう、同じ構成のものができてきて、まあ、どことは言わないけど、で、その後にもっとでかいのが出てきたんですよね。そうですね。うん。もうちょっと声出して。17、17。まあ、今は18、18とか20とかいうのも。ね、巨大っすよ。うん。ある。でかい。あるわけよ。あるわけ。あるある。これだかな。でかい。これですね。はい、これなんか。でけえ。セラミックスピード。でかいっす。巨大。ああ。これいつに20だっけ ?15 の20。まあこれ、まあか、セラミック、これ相当でかいんですね。上もでかいのもあります。上が18とかいうのもあるんですよね。R3? うん。で、V3 にして12になって、V3 プラス。12、17。V3。うん。プラス。V3 プラスは、プラス。はい、プラス。プラス。V3 プラスは、ほら、このカメラすごいでしょ、こうやって追っかけんだよね。すごい。V3 プラスは、15、12、あ、17。17。プラスは17ですね、うん。そうなってくるとね、私はやっぱり、なんでもうちょっと大きくしないのって思うんだけど、そこら辺どうなんですかね、やっぱ、研究の成果。チェーンの抵抗軽減だけを考えると、うん、はい、確かに大きいプーリーの方が抵抗は落ちます、うんうん、上側がね、上も下もでかい方が、うん、チェーンの抵抗は落とせます、うんうんうん、だけど、うん、やはり動くじゃないですか、変速する。ああ、変速、はい、だからそういうトータルで変速性能はどうなの、うん、とか、うん、どっかのギアで引っかかんないのどうなのとか、うんうん、いうところのバランスですよね。そこをやっぱね、考慮すると12、17、もしくは12、15なんですよ、うち的に。それは実際そうでかいのを作ってみて判断したっていうことでよろしいですか。そうですね、まあ極端に19とか作ってないですよ、うんうんうん、だけどその大きいのでテストをしても、うん、うちのその10で、うちはデータを取るんで、うんうん、測定データを取るんで、うん、そこで比較していくんですよ、うん、で大きいのがいいのかなってどんどん大きくしたりとかやるんですけど、うん、大きくしてもあんまり変わんないですよ、数値が。うん、だけど変速性能が落ちてきたりとかするんですよね、うんうん、で上はガイドプリが確かに大きい方がやっぱりその抵抗も落ちたりするんですけど、うん、やっぱり今度変速性能が下がるんですね、うんうんうん、でまあ、タシさんはね、そこにエクステンションを作ったりとか、うん、まあそういうんでね、いろいろガイドプールをこう、なんですか、クリアンスをこう確保するようなやり方で、確かにやってるんですけど、やはりそういうところにもリスクは存在するんで、それを極力うちは避けたいですね。だから装着が簡単、セッティングも簡単、で、変速性能は落ちない。やっぱりそれトータルなんですよ、うちの場合は。で、かつ当然ながら抵抗軽減します。つまりまあ、いろいろ、試してみて、うん、バランスの一番いいところに落ち着いてるのが、現在は12、17って。そうなんですね。
いうことなんですね。そうだ、うん、皆様、このバランスがベストバランスっていう研究結果があってやってると。まあ、ベストかっていうとね、まあベターかな。ベター、ベター、なるほど、うん、でこれもうちょっと近づいた方がいいのかな、うん、ちょっと、はい、ちょっと品物を見せるためにカメラを近づけまして、早川さんとちょっと近づいてきました。はい、これですね、V3 プラスプラスで、ここにもね、いい感じなんですよ。チェーン離れがいいんでしょ。そうなんです。これはですね、うん、特殊な樹脂なんです、うん、特殊な樹脂、特殊な樹脂、カーボンファイバーが 30% 入っている特殊な樹脂ですね。まあ要はプラスチック、ね、そうなんですよ。プラスチックは平たく言うと、うん、摩擦抵抗、じゃ、摩擦耐久性的にはどうですか。これ全然大丈夫ですね。アルミに比べて、うん、強度がアルミの6000番とほぼ一緒です、うん、6000番と一緒だったらかなり硬いですね。超超ジェラルミンってことですか。そうですそうです、うんうんうん、のと、まあ強度的な、引っ張り強度的な、大体一緒ですね、うんうんうん、で、その重量はアルミの半分ぐらい。アルミの半分、うんうん、いいじゃないですか。それで収動抵抗が低いという特性。これ素朴な疑問で言うと、これ 30% カーボンが入ってるんでしょ、うんうん、そうです。これ 100% とか 80% にしない理由は何かあるんですか。射出成形を、うん、射出成形、何それ。金型の中に樹脂を流し込んで作る成形方法なんですけど、うん、その場合、うん、要はフィラーっつってカーボンの量を、うん、増やすぎると流し込めない、うんうん、それと かかっちゃう。あとやっぱりさっきのカーボンエポキシと一緒なんですけど、うん、やはり適正なコンビネーションがあるんで、うん、その樹脂とやっぱり強度を上げるための割合、それが 30%。 なるほどね。まあそこはあのうちじゃなくて樹脂メーカーの、あ、樹脂メーカーがやってくれたのね。あの師匠に聞いて、あ、なるほどその辺がいいんじゃないってこと。これ私実際これくっつけたので乗ってみたんだけど、確かに、うん、まあそれは気のせいかって言われる人の足が感じることですからね。確かにチェーンの離れ、チェーン離れ、音がね静かになるじゃない、うんうん、そうです。相当ね、樹脂プーリーはねやっぱり静かですね、うん、なんかいい感じしますね。このなんだっけ、エンプラ、エンプラ、スーパーエンプラ、スーパーエンプラ、スーパーエンプラっていうこのプーリー自体ですね。これがいいわけなんですよね、はい、で色気もねつけちゃってるのもあるんだよね。最近ね、もうカスタムで、うん、カスタムでやっぱりいろいろこうリクエストとかいろいろあったもんで、うん、じゃあいろいろやろうかって言って、でうちでまあ提案したり、いろいろこんな色もできるよとか、最近だとマジョラカラーとか、うん、まあそういうのもね、あの結構人気だったりとかするし、いろいろやってます、ね、これはあの7000番か。そうですね、7000番の型用に、早川社長が作った通称105用ですね。105用、はい、105だけにしか使えない。使えないです。7000番の10007000、そう、 R7000 だけですね。 R7000 でお値段控えめの19000円で、まあこっち別に抜いてなくてもいいじゃないかと。そうです、もうコスト落とすために抜くことすらコストダウンのため。これアルミですか、ね、アルミですね、はい、じゃあまあ要は重さはそんなにあれだけど、まあ性能的にはバッチリ良い。そうです、性能は落とさない、価格は落とす、うん、価格は落とす、はい、性能は落とさない。いいですね、はい、価格落として性能落としちゃね意味ないじゃないですか。そうですね、まあ、ちょっと重量はね、そうです、いいじゃないか、若干、はい、私最近 YouTube やっててね、はい、あの何回も聞かれたことがあるのは、はい、あのカンパどうしてくれんだ、カーボンドライジャパンみたいな、あの今の新しい12速ですか。12速、あ、これ開発今終わりました。あ、終わったの、はい、あ、そう、両方とも、EPS とワイヤーと開発終わりました、うんうん、はい、うん、今もう最終の量産試作の方に入ってますんで、うん、もうすぐ発表します。あ、それは皆さんもういろんな人に言ってる話なんですか。あ、全然いいですよ。いいんですか。全然。あ、皆さん、カーボンドライジャパンからカンパニョロニョロの12速モデル用の
出ます。デカプリオが出ます。しかも EPS とワイヤー式で構造が違うんですけど、両方とも同時発売的な。そうです。あ、素晴らしいですね。同時開発しました。ああ、なるほど。皆さん、もう寒波の人、それはカーボンプレートでしょうね、もちろん。あ、もちろん、もちろん。お値段なんか決まってんですか？まだです。これからです。まだ。あ、若干高くなります。この YouTube を見た人は何割引きとかないよね。お腹痛い。ちょっと一回切るわ。どうもね、その、ビッグプーリーばっかりの話になりがちなんですけど、本来はその、カーボン成形技術を用いた補修ね。あ、そうですね。補修ですよね。はい。はい、その、自転車のフレームが非常にカーボンが今多いわけで、スポーツバイク、ロードバイクのもう今8割型がカーボンなんじゃないかな。で、カーボンっていうのは非常に引っ張り強度と優れた材質なんですけど、こうなんかにね、つっつくような衝撃、まあ、針みたいな尖ったものがガーンと当たると、ダメなんですよ。そうなんです、ね。割れちゃうんです、ね。まあ、いわゆる僕らインパクトってね、衝撃を与えると、どうしてもひびが入ったりとか、うん、まあ、クラックですよね。あとは、表面は大丈夫なんですけど、カーボンの、まあ、もともと、こう、積層っていう構造になってるんですね。重ねて作ってたんですね、うん、カーボンって。うん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 、なんで、うんうん、どうしてもその衝撃当たると、うん、その中がこう剥がれたりするんですよね。それを相関剥離って言うんですけど、まあそういうことが。いわゆるコインチェックで見る。まあ分かる場合と分かんない場合があるんですよね。だそういう場合はね、うちはもちろん超音波短焼器で、ね、客観的に判断する。ものすごく割れてる時ってコインチェックで明確に音が濁るんですよ。はいはい、だけど、どうなのかなっていうところ、微妙なところありますよね。で、この、当店にも、何イカメラみたいなカメラでこう見ることもできるけど、うん、限界があるんで、全部が全部見ることができない。あれ、例えば中が見えたとして、外側にこう傷がちょっとあるでしょ、うん、はい、で、そのパイプ、カーボンパイプの中を見れた場合に、そこに何にも乱れがなかったら大丈夫なの？ダメです。それの判断はダメなんです。ダメなの。だから相関剥離っていうのは、間で。間なんですよ。間なんですよ。だから、裏側がひびが入ってなくても、うん、表側に傷がなくても、うん、相関剥離っていうのは起こすんですよ、実は。で、これは本当にレアケース、うん、レアケースですよ、もちろん。それがレアケース。レアケース。相関剥離があるのがレアケース。レアケースですね。うん、まあ基本はバーンというインパクト衝撃が外部から力が加われば大概割れるなし、うん、まあ今ね、インチコイさんが言った裏側が暗く入るとかって、そういう症状必ず見えるようなのがありますけど、うん、中にはあるんですよ。それが、うん、そのまま使っていいかどうかの判断っていうのは、うん、超音波で見ないと分かんない。分かんないです。で、基本、うん、その今ぐらいの話だったら、うん、よっぽど大丈夫なんですけど、うん、まあやはりそのどんくらいの範囲がそういうふうになってるかっていうのを確認してですよね。うん、だ本当にポンって当たって中がパキッと剥がれても範囲が狭かったら、まあ、よっぽど大丈夫です。相関剥離してる範囲がね狭ければ。ただ僕らも分かんないのは、そういういろんな応力のかかり方、荷重のかかり方によって、うん、やはりギリギリの設計をしてるわけですよ、もともとが、もともとがすごい限界の設計をしてあるんで、はい、レーシングマシンなんで、だからそこのところにウィークが弱いポイントができると、そこに負荷がかかったり応力かかったりすると、その剥離が広がってくる可能性はあると思います。だけど分からないです。どういう力が加わると剥がれていくかっていうのは、それは分からないです。カーボンフレームは塗装してあるでしょ、はい、で塗装してあって、ある時にちょっとぶつけちゃったなと思って、はいはい、何ともなってなくても、うん、そこをやっぱり常に注意してみて変化を見てるっていうことは大事な感じでいいですか、ね、そうですね。もしシワが寄ってきたり、そうです。おっしゃる通りです。なんかぶつかって、ちょっとした傷があると。うん、でそれは、まあ、とりあえず、その傷の長さとか、幅とか、範囲を見といて、うん、で、育っていっちゃう、まあ、傷が育っていっちゃう。広がっていったら、うん、それはもうちょっと、やばいかな。やばい。うん、やばいかな。
大抵のもの直しちゃいますよね。今まで随分 ひどいっつっちゃあれだけど、うん、そのすごい状態になってるのもあの御社に出して、まあ、綺麗に直ってきますね。私あれあのほら塗装なしのやつ、うん、あれで十分綺麗じゃないかなと思うんだよね。わざわざ塗装しなくて。でもねやっぱり今ねその何ていうんですかその塗装もデザインの一部だから、うん、まあやはりそこまでね含めて作業するのが。なんかあそこもさこうカーボンあのマットカーボンになってるとさかっこよくも見えるような気もするんだけど、ね、もともと、うん、3、4年ぐらい前までは2、3年ぐらい前までは、うん、本当にそうカーボン地が見えるような補修方法をずっとやってて、うんまあ、強度ありきなんですよね、うんうん、ずっとやってたんですけど、うんまあ、やはりそのね、そのデザインというところをやっぱり一般の人は気にされるんで、うんうん、で、ね、壊しても元に戻るっていうかね、うん、そういうイメージをやっぱり持たれる方がやっぱり最近は多いですから、でうちも塗装を、うんまあ、もちろん勉強してねあの強度を落とさないようにしてで、まあ、塗装して、まあ、違和感のないような仕上げを。塗装バージョンの仕上げすごい綺麗ですよ ね、うん、あれは外注に塗装屋さんに出してるの？もう社内で全部やってます。あラインとかもすごい綺麗。うちは今もう全部あの、まあね、超音波シーター損傷の修理塗装を、うんうんでカスタムペイントを全部社内で言いますよ。一貫してどこにも外注に出さないでできるっていう全部社内ところは強みですね。儲かりますね。儲かんないです。大変だから大変なんだ、うん、はい。ではそのせっかくね名古屋の方からこの日本のサイクル関係のカーボンではかなりトップな博識な早川社長がいらっしゃっているんで、この野沢チャンネル見てる中でカーボンのフレームをこれから買おうかなと思ってる人、そして今もカーボンフレームを所持していて、そういう人たちに向けて扱いに対する注意事項なんかを聞いてみましょう。その辺どうですかね。はい、あのまあね本当にあの修理依頼、うんうんうん、あのまあね本当にたくさん来るんですよ。はい、でその中で、まあ、やっぱりこれもよくな、まあ、言える時とかね、うん、こう案内できる時にはこうお話しさせていただくんですけど、うん、その中でやっぱり多い、うんトラブルっていうか、うん、修理依頼がやっぱりこうどっかに立てかけておいて、うん、で風で吹かれて倒れたら、うんうん、たまたまそこに縁石があって、うん、シートステーが当たって割れちゃったとか、あの、まあ、あとは本当にその置いといて第三者知らない人が通って引っ掛けて倒して、だけどその人はあ自転車倒れたってだけでなふって起こしてそのまま立ち去っちゃうわけですよ。でまあオーナーさんも気づかない、でもしばらくするとこんなとこ割れてるとかっていうんで悲惨ですね。そうなんですよ。だから本当に置き方、特に初心者の方、うんね、慣れてきて、ね、コンビニ寄ってちょっとガードレールなりフェンスなりこう立てかけといて中入ってとかいう時は本当に十分にもう倒れないぐらいの感じであの立てかけるなりロックするなり、もしくは、まあ、地べた置きですよね。地べたにね、そうそう寝かしておくとか、まあ、踏まれない左側でね、そうそうそう踏まれないようにするとかっていうことで、うんうん、あのとにかく倒れること、うん、不意に何かあって倒れることを防ぐ、うんうん、これだけでもかなり何ていうんですかね、うちにその修理するあの依頼の件数が減ると思います。本当にそういうの多い、もうほとんどがこう倒れちゃう系、輪行の途中とかいうの、あそういうのもありますよ。でも圧倒的にはパタって倒れちゃう、まあ、あとは落車ですよね。やっぱり一番多いのは落車なんですけど、うんうんうん、私が習ったことではカーボンの繊維自体の寿命っていうのはものすごく長くて、その樹脂が、うん、紫外線と水分に弱 い、 いや水分はそんなに弱くないですよ。あそうですか、はい、じゃ あの時々クリアが剥がれたり塗装が剥がれてこうカーボンの地が見えちゃうななんてことが時々あって、はいはいはい、私よくタッチアップするんだけど、はいはいはい、それはやっぱりタッチアップした方がいい。まあしないよりはした方がいいですよね。その程度、はい、別に大丈夫なの。まあ長いスパンで見たらっていう話ですから、うん、まあタッチアップしてとか、もっと言えばステッカー貼っときゃいいですよ。
ああ、ステッカーの時はね。それで紫外線防げるんで、あそのレベルで。そう水分はあんまり。まあ、水分は大したことないですね。塩分とか油とかも。まあ、そこが、うん、なんていうんですかね、カーボンとか樹脂と化学反応を起こすわけじゃなくて、うん、そこに違う物質が入ってきて、うん、化学反応を起こして、うん、でそういうのが悪さしていくとか、うん、っていうことはありますよね。うん、あとはカーボンじゃなくてカーボンにインサートされている アルミのパーツ、はいはい、まあ、例えば BB シェルとか、まあ、シーポスのところがアルミだったりとかっていう、こう別後からこうアルミをインサートしている部分に水分とか塩分、特に塩分とか入るとそこは腐食していくわけですよ。電解腐食するって考えでいいですかね。しますします。亜相度、過相度になっちゃって、そうです、します。で、そうするとですよ、そのアルミの部分だけじゃなくてやっぱカーボンの方にも影響を及ぼすんで、だからまあそこはやっぱりアルミとかが入ってるんであればちゃんとメンテした方がいいですよね。メンテっつっても、うん、カーボンのフレームの中にそのアルミのシェルが入ってるタイプもあるわけで、それはもうメンテっつったってね、隙間が空いちゃったらもうどうにもならないですよね。まあ基本はオーバーホールして、うん、お掃除、お掃除、お掃除、グリスアップ、グリスアップね。なるほど。じゃあ私ちょっとよくこれが分かんなかったんだけど、ガルパニック腐食するってことね、はい、カーボンと金属であって、はいはい、電位差があるんだから、はいはい、電気通りますからね。まあ要はカーボンとアルミの間に水が入ると、うん、そこでやっぱり電解腐食する、電解腐食します。でグリスを塗っといて、油分が保持されてるってことは大事になってきますね。そうです、やっぱりそうでございます。カーボンと金属でも電解腐食はすると、うん、いうことでございますんで。ですので、うんうんうん、あとあれですね、トレーナー、最近ね、流行ってる、はいはいはい、トレーニングでブワーってやって、汗ブワーってかいて、はい、一応こう、ね、タオルとかでこう防ぎますけど、うんうん、そうすると汗がこうフレームに伝わって、中に入ってっちゃったりする構造のフレームだと、それ BB の方にね。とかね、ヘッドパーツにね、うん、そのカーボンのヘッドチューブはカーボンでしょ、うんうん、その上に、うん、ステンレスのリテーナーが乗ってるわけじゃない、そこの隙間に汗が入るよね。 それは良くないですね。良くないです。それで腐食したのよく見ます、あとはあれです、よくボトルケージのナット、取り付けナット、これがもう錆びるっていうかね、腐食してもげちゃうと。そこら辺の修理もできるんですよね。できます。やります。なるほど。まあそんな感じで、うん、そのあまり神経質になることはないけど、うん、掃除で言うと汗、うん、あと汚い水、うん、っていうか、まあとにかく綺麗に乗りましょう。綺麗にしてたら一番です ね。そう、綺麗。綺麗に大事に乗りましょう。ね、もう本当にね、うん、チェーン綺麗にするべき、うんうん。チェーンが一番原始的な部分ですから、スポーツバイクにおいて。で、まあ、ビッグプーリーをつけるような方は綺麗にしてるでしょう、うん。まあ、ビッグプーリーなんていうことを夢見る前に、チェーンを日頃から綺麗にされているのがまず第一歩かなと思います。で、ご自宅に、保持しておくときには清潔にして、スポーツバイク、カーボンバイクを置いときましょうねっていうことでよろしいですかね。はい。で、何かあったら早川社長が助けてくれます。どんな風に壊れてもほぼ大丈夫な感じですね。頑張ります。よし。じゃあその時は名古屋に送りますので、はい、はい、皆様、この方がカーボンドライジャパンの親分でございますんでね、信頼できる男でございますから、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ今日はそんなわけで、さよなら。にこやかに、ほら、カメラに向かってにこやかな顔して、にこやかな。孫を見るみたいな。じゃあどうも、失礼します。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。